さあ今回もですね、スラベッシュリンプ水槽中間報告ってことで始まるわけなんですけど、皆さん元気ですかといった感じでエビに呼びかけていますけど、通常は隠れていてほとんど出てこない、それがスラベッシュリンプの特徴だと思っています。まあそんな感じで、このいわゆる難易度の高いと言われているスラベッシュリンプ水槽、これが現在どのような状況であるのか、できるだけやらせなしでですね、その進捗と日々の観察による新たな気づきみたいなものをですね、報告したいと思います。どうですかね。まあ本当にですね、何がいるかいないかわからない水槽に毎日全力投球してるわけなんですけど、そもそも非常に小さい生物ってことはあるんですけど、生存確認をしたくても出てこない。たとえその辺をうろうろしててもですね、人が覗くと引っ込む、元気かなってことで覗き込むと露骨に引っ込む、非常に愛想がない部類のペットになるわけですけど、つい最近ですけどようやく死ななくなりました。朝起きて水槽を見た時に残念な気持ちというか、そういう状況にならなくなったんですね。まあこの状態がいつまで続くかはわからないんですけど、一歩前進した感じはあるわけです。それまでは毎日ですね、エビが1匹ずついわゆる星になっていく、そういった状況があったわけなんですけど、そういうのって精神的にやられますね。最後にそして誰もいなくなったなんて感じになって、一体誰が犯人なんだってことになるんですけど、お前がいけないんだろうってことで自分の責任だったりするわけですね。まあ犯人まではいかなくても飼い主の責任であることは間違いがないわけです。まあ幸いにしてというか、水槽の中がゼロになったことはないんですけど、残り3匹でひっそりと暮らしている。実はこの水槽がそんな感じだったわけなんですけど、ではなぜこの水槽がそんな感じで落ち着いてきたのかっていうと、これは非常におそらくなんですけど、餌が足りてきたのではないかと。残った3匹に十分な餌がこの水槽で供給できるようになった。スラベッシュリンプの餌となるシアノバクテリアが十分に発生するようになっていた。これがですね、スラベッシュリンプが3匹生き残った大きな要因だと思ってるんですけど、まあ3匹といっても2匹はチエビなんですけどね。まあそんな状況で1ヶ月ぐらいは平和な状態が続いていたわけです。水槽が安定してきたような様子になってくると、またエビをですね追加したくなってくるわけなんですけど、コメントでいただいたんですけど、もともと海だったところが淡水化した湖に住んでいる生態なので、ある程度の塩分が必要なんじゃないかなってことをですねおっしゃってたんですね。確かにですね、スラベシソルトみたいな名前のですね商品があるわけですね。以前から気になってはいたんですけど、ちょっと買えなくてですね、似たようなものは買えないかなと思って探してたらですね、ありましてですね、スラベシシュリンプ水槽にエビを追加する前にこれを試してみようってことで、水替えのタイミングでこれを入れるわけなんですけど、でこの商品がどれぐらいしょっぱいのかなと思って舐めてみたんですけど、全然しょっぱくないんですね。ああそうなの、しょっぱいものじゃないのねって感じなんですけど、成分のことについては何にも考えてなかったですけど、とりあえずソルトといっても塩化ナトリウムじゃなかったわけです。ではこの白い粉は何なのかと、水槽の飼育水の何を補うためにこの作業をしているのかと、というわけでスラベシ島の湖に行って調べて来ようかと思ったんですけど、検索したら有効な情報が出てきました。まずはスラベッシュリンプがどのような水の中で生きているのか調べてみたってことで、こんな感じでありがたいデータがあるわけなんですけど、上から水温、pH、高度、云々と続いていますけど、そして KH、コンダクタンス、TDS、最後に酸素ってことで、まあよくもそこまで調べたなって話ですけどね。さあこれによって何がわかるかってことなんですけど、総高度 GH っていうのは水中のカルシウム、そしてマグネシウム塩の濃度で決まると。一方で KH は炭酸塩ってことで、ここにもやはり塩があるわけなんですけど、商品名スラベシソルトのソルトはお塩ではなくマグネシウム塩とか炭酸塩とか、そういったミネラルの話だったんですね。わざわざスラベシ島の湖の水質を調べなくてもわかることだったっていうことなんですけど、まあ結果水槽にお塩を入れないで済んだってことになります。まあいずれにしろかつて海だったってことはミネラル分が多い水質に関係してるんでしょうね。
というわけで注文したスラベシシュリンプがスラベシ島から届いたわけなんですけど、ホワイトスポットあるいはホワイトソックスと呼ばれていますけど、先ほどお伝えした3匹になってしまったエビ、大人が1匹、チエビが2匹、これと同じものなんですけど、チエビが2匹育ってきてますからね。先ほどのスラベシソルトを入れたこととは関係なく順調に成長しているので、今回は少し自信があるわけです。ただ順調に成長していると言っても9匹ぐらいいた中の2匹ですからね、生き残りです。実はその状況が意味することをまだ理解はできていない状況ですけどね。どうなるんでしょうか。到着したエビが入っていた水の pH を測るんですけど 8.4。 先ほど紹介したサイトではスラベシ島のレイクマタノっていう湖なんですけど、 pH は 8.5 ってことですね。なのでちょうどいいわけですね。ではこれらのエビを導入する水槽の方はどうかというとですね、 pH メーターがどんどん上がっていきますけどね、 pH メーターの数値がどんどん上がっていくと、結局 9.0 までいったわけなんですけど、これは想像していたより高い数値だったんですけど、先ほどのスラベシソルト、これを溶かした水が 9.5、 これが関係していると思われるんですけど、いずれにしろ水槽内の 9.0 っていうのは許容範囲のようです。まあ問題はないけど把握しといた方がいいねって感じですかね。というわけで水合わせ終了、3時間ぐらいかけました。今回はホワイトスポットの他にですね、ハーレクイーンというちょっと派手なスラベシュリンプですけど、これをサンプルでいただきましたんでね、ホワイトスポットと同じ水槽に同居してもらおうと思っています。今回はホワイトスポットを中心に約45匹ぐらい導入します。このエビが食べている緑色のやつがですね、シアノバクテリアだと思ってるんですけど、どうしたら増えるのかなって思っていたらですね、気がつかないうちに突然増え出してですね、今では苔を覆い尽くしてしまってる感じなんですけど、ここまで増えてしまうとちょっと繁殖しすぎというか見た目に汚いですね。スラベシシュリンプの食べるものが豊富にある状態で、まさにこの状況を待っていたわけなんですけど、見た目これでいいんでしょうかねって感じですね。まあとにかくですね、スラベシシュリンプを健康的で長生きさせたい、これをですねプライオリティナンバーワンでやっていますんでね、やっているつもりなんでね、これでいいんだと思ってるんですけど、このシアノバクテリアっていうのはですね、光合成をしてかなりの酸素を出すみたいなんですね。見た目にもよくわかるんですけど、たくさん気泡が出てるわけです。シアノバクテリアの粘着質が光合成によって作られた酸素を水中にある程度留めています。このシアノバクテリアが作り出す酸素のおかげで、スラベシ島の湖における溶存酸素濃度はかなり高いレベルにあるってことが言われているわけなんですけど、スラベシシュリンプはそういった環境下に本来生息する生物であるので、水槽の中の飼育水の溶存酸素も多めがいいなんてことが言われているようです。まあそういった感じでですね、この水槽は理想に近づいてますなんて方向に持ってこうとしていますけどね。実は今回エビを導入した後も結構死んでしまった状況がありました。ここに到着した時にはすでに9匹ぐらい死んでいたんですね。やはりですね、2日間もかかって輸送されてくるっていうのは相当なストレスなんだと思います。飛行機、車、バイクって感じで乗り継ぎを重ねてここに到着するわけなんですけど、死なないで到着したとしても弱ってしまったエビは回復することができないままに数日後に死んでしまう、そういったことがあるようです。まあそう言ってしまうとですね、うちの水槽が悪いんじゃないよみたいに聞こえてしまうんですけどね。まあ本当はそう言いたいんですけど、わからないですね。水槽にエビを導入した後2日間は5匹ずつ、合計10匹ですね、死んでしまったんですけど、その後はですね止まらなくてですね、1週間ぐらい朝起きると1匹ずつエビが死んでいるというですね、そんな日が続いたんですけど、その後5日間ぐらいですかね、死なない日が続いたわけなんですけど、今朝また1匹死んでしまいました。隣のミニブルーが入っている水槽の方が死んでない期間が長いんですけど、もう10日間ぐらい死んでないような気がしますけど、エビが隠れるところというか障害物が多すぎてですね、ほとんどエビを見ることができない日があったりするわけですね。みんないなくなったのかと思ったら突然出てきたりするわけですね。心配したり安心したりってことなんですけど、これでいいんですかね。まだ先が見えている状況じゃ全然ないんですけど、時折卵を持ったエビとかチエビを発見したりするんですけど、後にですね、あのチエビはどうなったのかなと、まあ、そういうことになるわけですね。育っていないのか
隠れていて見えないのかわからないわけなんですけど、このいろんなものが入っているレイアウトがいけないかもしれませんね。まあそうしたかったんですけどね、エビの隠れるところをたくさん用意した方がいいと思って良かれとしてやったわけなんですけど、観察できないっていうのは何が面白くてやってるのって言われたら分かりませんって感じですね。さてもう一つのスラウェシシュリンプ水槽、マンボビーシュリンプというエビが入ってるわけなんですけど、以前に特集していますけど、スラウェシ島原産のエビなんですけど、pHの高い湖に住んでるエビではなくてですね、小川に住んでいると。先ほどのものとはちょっと違った種類のエビなんですけど、ありがたいことに飼いやすくてですね、あんまり死んでないんですね。死んでないんですけど全く増えてもいない、そんな感じなんですけど、与えたものを食べてくれるってのがいいですね。餌を入れると寄ってたかってくる。湖に住んでいるスラウェシシュリンプでは見られない行動なんですけど、こういったところが飼育しやすいですね。そしてソイルを入れて弱酸性で飼育しています。卵らしきものを持った個体を見つけたんですけどね、チエビは見たことないんですね。もしかしたらヤマトヌマエビみたいに幼生が海に下ったりして遡上するタイプなんですかね。ちゃんと調べなきゃいけないですけど、あまり情報がないんですね。というわけでかなり中途半端な話になったわけなんですけど、スラウェシシュリンプ水槽中間報告ということで現在までの状況をご覧いただきました。スラウェシシュリンプについての基本情報みたいなものは別の動画で特集していますので、過去に3本アップしてますけど、そちらをご覧ください。さて来週はですね、アクアテラリウム第2弾ってことで、また新しい水槽を立ち上げます。さてどんな感じの水槽になるんでしょうかってことなんですけど、自分でも楽しみなわけであります。ではまた、バイバイ。チャンネル姫みたい。